前回のライフイズストレンジでは、てめえ舐めた口聞きやがってぶっ殺してやる。二度と近づくんじゃねえぞ。力のこと教えてくれ。マックス、何しに来たのよ。来ないで。来たら飛び降りるから。なんで巻き戻せない。これは誰にとっても気分のいいことではない。マックス、説明してくれないかね。よう、ワールド組の最中か。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。言っただろ、もらったんだ。マックス、レイチェルを見つけなきゃ。何か手がかりがないか探そう。開けゴマ。よし、さっさと始めよう。マックス、ちょっとこれ見ろよ。レイチェルは暗い部屋の中、それが永遠と。これだ。あのね、レイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。レイチェルとフランクが？そんなの一言も言わなかった。なんで？なんでこんなことに？何もかもパパのせいだよ。そんな。私を置き去りにしてパパは死んだ。それ以来私の人生はクソまみれ。クロエ、やったよ。大成功だよ。ちょっと、ちゃんと聞いてるの、マクシン。何もかもめちゃくちゃだ。他には何が変わったの？マックスじゃないか。待ってて。クロエ、お客さんだよ。なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。手紙くれて嬉しかったよ。みんなハガキぐらいしかくれないから。しかも楊飛氏の便箋ってところがマックスらしいよね。気取りすぎかなって思ったけど、イギリスの詩人みたいでいいでしょ。クロエには特別だよ。手紙の方が気楽だしね。あ、ごめん、今の嫌味じゃないよ。こういうのが気まずいから来づらかったんだよね。まあ、ぶっちゃけそうかも。腫れ物に触るみたいなのはやめて、普通にくだらない会話がしたいの。ちょっと待って、ほら見て、夕日がすごく綺麗。何アワーだっけ？マジックアワー。
マックスのおかげで一つ賢くなった。綺麗な写真が撮れるんだろうね。でもクジラたちかわいそうだ。私にちょっと似てるかも。まあ私は生きてる分マシだね。クロエはすごく頑張ってるよ。絶対辛いはずなのに。同情はよしてよ。そういうの間に合ってるし、パパは未だに私に車を買ったことを後悔してるんだ。事故のこと聞いてもいい？まだ話したことなかったね。どっかのバカが急に割り込んできて車が溝に突っ込んだの。その時のこと覚えてるの？全部スローモーションに見えて、背骨が折れるのが分かった。体の感覚があったのはそれが最後。病院で目が覚めた時はもう動けなかった。そんな、ごめん、なんて言ったらいいか。いいの、私はまたこうしてマックスに会えただけで幸せなんだから。ブラックウェルの子みたいに姿を消してたらこうはいかなかったよ。レイチェル・アンバーのこと、彼女と最後に話したのはいつ？新聞で読んだだけで会ったことはないよ。レイチェルって言うんだ。知り合いなの？なんだか子供の頃からは想像できない世の中になったね。雪だの日食だの、この世の終わりかも。そうだとしても私は未来は変えられると信じたい。そう思いたいけど、私は希望と縁がないんだ。確かにいろいろあったからね。でもクロエと私が一緒ならきっと大丈夫だよ。こうしてると子供の頃に戻った気分。懐かしいな。クロエ、ごめんね。もっと早く会いに来るべきだった。私ひどいよね。親友なのに。マックス、来てくれただけで嬉しいよ。本当にありがとう。違うの、ちょっと鼻が冷えてきちゃった。そろそろ家に帰ろっか。クソ寒いもんね。ごめん、そういう言葉遣い好きじゃないな。そっか。すごいハイテク装置だね。独房みたいでしょ。でもパパとママにはすごく感謝してる。苦労かけてるから。そんな風に思われてないよ。そうかな。私のせいで散歩にすら行けないんだよ。時々わざと二人を怒らせて怒鳴りつける口実を作ってあげるの。バカみたいでしょ。クロエは本当にいい子だよ。素直で優しいし、辛くても泣き言言わないし。マックスが思ってるような天使じゃないよ。用を足すとこ看護師に見られたり、医者に物みたいに扱われたりして、子供みたいに癇癪を起こすこともある。そんなの想像つかない。でもクロエは子供の頃から親思いのいい子だったよ。今日は本当にありがとね。あ、声枯れてきちゃった。そこの水取ってくれる？はい、どうぞ。ありがとう。そりゃ声も枯れるよね。こんなに喋ったの久しぶりだもん。それじゃあポッドキャストとかやってみたら？つまんない冗談やめてって。
ポッドキャスト？毎日ここに缶詰なのにネタがないよ。ごめん、ちょっと思っただけ。分かってる、気にしないで。でも余計なおせっかいだったね。大人みたいなセリフ、子供の頃は遠い昔だね。私にはつい昨日のことみたいに思えるよ。パワーレンジャー見たり、台所めちゃくちゃにしたり。そうそう、パパとママまで小麦粉だらけにしてさ。あれは笑えたよね。でもやっぱり遠い昔だよ。あの頃の友達は会いにすら来ない。マックス以外はみんなもう連絡もくれなくてさ。一番仲良かったのは誰？ミーガン・ウィーバーっていうマックスの知らない子。でも事故の後距離を置かれるようになって。もっと早く会いに来るべきだったよね。完全に私が悪いよ。でももう違う、過ちは正すから。どうやって超能力でも使うつもり？無理するのはうちの親だけで十分だよ。二人とも元気？その今も相変わらず仲良くやってる？熟年カップルの心配？仲いいよ、私のことで大変なのに。手つないでニコニコして、ほんと超ラブラブ。クロエはいいご両親に恵まれたね。マックス、二人にはすごく苦労かけてるの。医療費がすごくかかるのに保険も当てにならなくて。ちゃんと払えてるの？まさか。金額は教えてくれないけど調べればすぐわかる。年間の医療費はざっと100万ドル。でもクロエはプライスレスだよ。シャレじゃなくてね。つまんない。でもありがとう。まあ私も人のこと言えないけど。でも娯楽なら何でも揃ってるよ。子供の頃お泊まり会した時みたいに、なんか映画でも見よっか。うん。リクエストは？ブレードランナーが見たいかな。ラストは泣くけど。子供の頃プリスの髪型に憧れてたし。覚えてる。いっそ青に染めたら似合うよ。じゃあ早速見ましょうか。でもクロエ映画見てると途中で寝るからな。そうだったね。ちゃんと起きてるよ。マックスがいる間は大丈夫。ありがとう。ちょっと目に砂でも入ったかな。砂って一粒入るだけですごい涙出るもんね。中国のことわざみたい。静か良言って言ってさ、バタフライエフェクトと同じ。そうだね。これモルヒネ用の器具なんだ。痛いの辛そう。ここは薬だけ。血流を良くするためにこれを塗るみたい。向こうのクロエの片鱗。会いに来てくれて嬉しいよ。私も嬉しい。ああ、これでパソコン操作するんだ。人を助けるハイテクってかっこいいな。これすごいな。猫の動画も見放題だね。心は今もパンクだね。でもダイブはもうできない。よかった、ネットの友達もできたんだ。クロエにメイクしてあげようかな。上手じゃないけど楽しいかも。ああ、新しいバスルームを作ったんだ。いいご両親だな。事故の後は手紙の数も少なそう。私の両親もハガキを送ってる。これ誰だろう？ありがちなハガキ。私、クロエの近くにいてあげなかった。ほんといい友達。
旅行の写真は送ったんだ。クロエもさぞ嬉しかったろうね。クロエは私のせいで車椅子に。今でも付き合ってくれるのはマックスだけ。もっと早く来るべきだったね。はあ、息をするにもこんな機会が必要なんだ。体重が軽くても大変そう。この写真を撮っててよかった。おじさんとの新しい思い出になったよね。ああ、クロエはオール A だったんだ。どこの大学だって行けたのに。最低。クロエがお金を盗んでくれてよかった。って、別の世界の話だけど。庭を見て子供の頃を思い出したりするの？もう芝生の感触もわからないなんて。すごい形のヒーター。やあ、クロエ。今はぬいぐるみも好きなんだ。スノードームでいっぱいだ。ああ、鹿のスノードーム。これは変わってない。DVD プレイヤー。あとはディスクを探さなきゃ。嘘でしょ。この CD 作ったの12の時だよ。ああ、DVD あった。